ビットリオグイはイタリアの指揮者。1885年、ローマ生まれ。ローマ大学で文学を学んだ後、1906年にサンタチェチーリア国立アカデミアでジャコモセタッチョリとスタニスラオ・ハルキのもとで作曲を学び、ディプロマを取得。その翌年に、ローマのアドリアーの劇場でポンキエリのジョコンダを演奏して指揮者としてデビューを飾った。 これが契機となって、ナポリとトリノで指揮をすることとなる。1912年、ナポリのサンカルロ劇場の主席指揮者になり、イタリア各地の歌劇場に客演していた。1928年に創設されたばかりのフィレンツェ私立管弦楽団の音楽監督を任された。1933年には、このオーケストラのコンサートをフィレンツェ5月音楽祭へと発展させた。 戦後、フィレンツェを本拠地として活発な活動を展開していたが、1952年から1964年まで、グラインドボーン音楽祭の音楽監督と芸術顧問に就任した。死ぬ直前まで、指揮活動が衰えることはなかったが、フィレンツェで死去した。ビットリオグイ。2013年3月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2013年3月6日閲覧。ビットリオ V ザラストコンセール。2013年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月27日閲覧。ありがとうございます。